はいどうも、J2 沼チャンネルのつっつんです。ということで、今回は沼脱出へ千葉戦力分析やっていこうと思っています。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、沼、J2 沼にハマってしまっている代表クラブといえば、やっぱりジェフ千葉になってしまうんですけども、 やっぱりね僕は2000年代前半から J リーグというものを好きになったんですよね。で、その時のジェフチバはね、阿部勇樹がいてね、ね羽生選手がいて、佐藤選手がいてというね、本当にね、もうこう、ロマンあふれるチームだったんですね。まあ、当時のえイビチャ・オシム監督率いる、いや、このね、ジェフチバというクラブは本当、ロマンがあってね、これから名門クラブになっていくであろうと思っていたんですけれども、気づけば J リーグ 通歴が長くなってしまっていいるこのジェフチバでござまます、まあそろそろ僕も、えー、J1 で見てみたいクラブにはなってきますけれどもさあ、えー、今回ジェフチバの話やっていこうと思っているので最後までよろしくお願いいたしますということでございましてこちら。 でえー、ジェフチバを考えるということで本当そろそろ抜けたい J2 沼ということにはなってきますけれども今年ちょっとサプライズだったのが桜川ソロモン選手が移籍したんですよねまあレンタルですけどファジアの岡山移、ね、籍ということで、ね、ちょっとびっくりはしたんですけれどもね桜川、まあ、ソロモンとブアニカケータのツートップこれはちょっと見たかったというか、まあ、昨年はあったんですけれどもねただこのブアニカケータ選手も身体能力が 相当高い選選手手、まあ、バネがありますよねこの選手、まあ、ヘディングの強さもありますし、ね、空中戦も強い選手にはなってくるこのブアニカ・ケータなんですけれども、ねまあ、個人的にはもちろん桜川ソロモンの,、ね、このポテンシャルの高さというのは期待しているんですけれども、ね、ただ、このブアニカ・ケータの方が、まあ、得点を僕はなんか決めそうな雰囲気はあるんですけれども、ね、このブアニカ・ケータ間違いない今年のジェフチバの中心選手にはなってくるんじゃないですか。 ね、であと外国人選手に関してはサウダーニャのみということで、ねまあ、このサウダーニャ選手もまあレンタルバックで帰ってきた選手にはなりますし、まあ、J2 の中では、ね、このフィジカル的な能力でいうと屈指のものがあるサウダーニャ選手にはなってきますよねで大分からゴヤ選手も、ね、獲得しているんですセンターフォワードの層は結構厚い、まあ、ブアニカ・ケータなんかやっぱジェフチバーのフォワードといえば桜川、ソロモンみたいな感じはまあ,あるんです。 けどねただ、まあ、ブアニカケイトも本、ね、当と素晴らしい選手にはなってきますんで、これセンターフォワードは、ねまあ、2トップの可能性もあると思いますし、そもそも4バックなのかってとこもなかなか謎めいたところもあります。もしかしたら昨年同様3バックの、えー、可能性もありますけれど割とジェフチバを4 5 1で考える方、えー、が多いねで、ちょっと僕も4 5 1で今回、えー、考えているんですけれどもね、って感じがします。で まあこの中で J1 クラスの選手でいうと、やっぱ三木選手は大注目ですね、もうこの選手に関しては僕はもう1年目見た後から多分個人昇格するんじゃねえかって思っていて、あの西部健治さんがね、YouTube の動画、生放送か、生放送に出た時に、三木選手、来年 J1 行きますかみたいな話をしたら、もういないだろうな、みたいなことえねこれ、コメントをくれたことを覚えているんですよね、僕はね。 ぐらい前のウラギーチャンネルさんに、えーね、西部健二さんが出られたときに質問したんですよね、三、え、木、ー、選手、J1、ね、個人昇格しますかねって言ったら、もう来年いないかもね。 って言っていたんですけどね、まあ、そこから数年まだ、えー、今年もジェフチバでね、これは、えー、プレーが見れるということで、このミキに関しては間違いなく、えー、ジェフチバのまあ得点源というか、まあ、得点アシストすることもできますしね、まあ、ブアニカ・ケータが得点をまあ決める、その時にはこのミキ選手のアシストみたいなホットラインがちょっと作れる感じがしますよね。まあ、ミキ選手に関しては本当10ゴール、10アシスト決めきることができる選手と思うんで、ちょっと注目ですよね。で、えー、その他の選手 で言うと、やっぱ椿選手に関して、まあギラバンと北九州の時から、僕は見ている選手にはなってきます。まあ、僕は、まあ、メインチャンネルの方ではギラバンと北九州の、えー、動画もね、よく撮ってはいるんですけれどもね。まあ、椿選手だから見てきたっいうのはありますが、このサイダタッカー、ね、J. 1で見てみたいですよね。このドリブルは、えー、椿選手なんですけれどもね、まあ、えー、左サイドハーフンとか、まあ、椿選手がいて、えー、ター,ギー選手がいて、末吉選手がいますが。ここは、まあ、今椿選手が一番でって。 ですかね、ただ、まあ、強吉選手も、ね、スプリント能力が高くてハードワークできる本当スピードがある選手にはなってくるんでちょっとここの左サイドの争いというのは非常に面白いですよね。で あとは右サイドバックで言うと、西久保選手ですよね。まあ、昨年 J2 新人王は、えー、僕は西久保選手じゃないかなと思うぐらい、やっぱインパクトある活躍見せましたよね。まあ、空中戦とか、そこも強い選手にはなってきますし、本当、この選手の身体能力の高い選手で、アシスト、得点能力も高い選手かなと思っては、ね、いるんですけれどもね、この西久保選手、今年はもし4バックで行くのであればサイドバックですかね、まあ、3バックであればウィングバックの可能性が 高い選手にはなってきますけれども、まあ、今年ね、まあ、2年目のジンクスじゃ、えー、ないですけれどもね、そこにぶち当たる可能性もありますけれどもね、いや、なんかこう、ぱっと見はね、こう特別フィジカルが強そうな感じはしないんですけれどもね、しかし、体も強いですし、まあ、このフィジカルってね、この体のえ強さだけじゃなくて、スプリント能力とか、本当、総合的に考えて、フィジカル能力が高い選手かなと僕は思うんですけれども、今シーズンも、西久保選手に関して、 ようにやるんじゃないかって感じがしてますしまあ今年こそで、ね、ジェフチバ、えー、J1 上がれなかった。うん ただ、この西久保選手、J1 からね狙われそうな感じもしますよね。あとは金沢から松田陸選手もね加入してますんで、多分このサイドバックの補強が、今年し、松田選手があって、日高選手がね来たんで、左右サイドバック系の選手を獲得していることから、フォーバックの可能性があるんじゃないかっていう話なんですけどもね、このねディフェンスラインも注目ですよね、田辺選手、は川崎から来ている田辺選手、昨年後半戦だから、 市場に来てからほとんどゲームに猫、ね、が出ている田辺選手にはなってきますしねでえ昨年得点めちゃくちゃ決めてる荒井選手もいますしあと鈴木選手もまあ鈴木大輔もいるで左サイドバックがちょっと日高選手以外で言うと佐々木選手ができるんですかねサイドバックね佐々木選手ちょっと僕もねうんプレイは見たんだけどもだスリーバックの選手っていうイメージがあってサイドバックができるか分かりませんがちょっと左サイドバックの選手層が薄いの 気にはなりますんでここをね、日高選手、以外で誰が務めるかというのはちょっと注目点にはなってきますけれどもね、そういうことでリバックの可能性も十分あるんじゃないか、もちろんここに名前を出していない新卒の選手とか、昨年出番がなかった選手ですよね、今回、この動画だけじゃないですけれどもね、基本的には昨年多く試合に絡んだ選手とか主力になりそうな選手を主に書いていて、ああ新卒選手って結構ポジションがえ分からない部分もあるんで、 で今回入れてはいないんでもしかしたらこう新卒の選手がどっかのポジションに絡んでくる可能性も十分あるんですけどもただ昨年ベースで考えるとまあこんな形になりそうですよねまあしかしね前線はねロマンがありますよねまあ右サイドハーフが福光選手になるか高木選手になるか風間選手になるかここもだから横一線本当サイドハーフに関しては横一線まあワントップも横一線ですよねこれはねんでまあダブルブランチに関し 熊谷選手と、まあ、田口選手のダブルブランチがメインにはなってきそうな感じがしますし、まあ、ゴールキーパーも荒井選手でしょう、まあえー、この辺は堅いとしても割とちょっとスタメンが読めない部分もありますんで今年ジェフチは本当、まあ、上がれるかどうか本当にキ木選手と、えー、ブアニカ啓太そして西久保選手がどんだけやるかに勝かかってる感じがしますんでちょっと今年も注目して見ていこうと思ってますけどもね。はい 中古うことで今回以上でございますね以上パルプンテ J2 沼チャンネルのつッんでしたよかったらチャンネル登録しますさら